私ドクター熱血が一から作り上げているブレソル攻略ウィキの紹介です。2年前から公開しておりますが、認知度が一向に上がらないため、今後動画の冒頭で宣伝させていただきます。ブレソルを始めたけれど何から始めていいかわからないなどの初心者の方へ、おすすめのクエストの進め方やグループバトルのノーマル、ハードなどの各種クエストの攻略法、最新ガチャの紹介などもしております。中級者以降の方におすすめなのは、各星4キャラクターがどのクエストで手に入るかを全て網羅しており、霊力の回収の手助けになると思います。ウィキには概要欄から飛べますので、お気に入り登録やブックマークをしていただき、ぜひ熱血性のブレソルウィキのご活用をよろしくお願いいたします。また2022年末より毎週水曜日22時頃からと言いつつ、大体23時ぐらいから YouTube ライブでブレソル1週間のまとめと共闘を放送しております。現在150回を超えて放送を続けております。お時間がある方はぜひ見に来ていただけると嬉しいです。こんにちは、ドクター熱血です。本日はバレンタインガチャギフトよりクナマシロバレンタイン2024、張り切ってこう。さあ今日はしていきましょう。ツンツンツン。はい、必要な素材から覚醒。サクッと強化しましょう。必要な素材、能力解放、でこのキャラはリンク要員として使います。で、冷圧ですね、こうぐらいあったけど、どうかな。リンク要員なんで、本来は別にキャラリンク上げる必要ないですけども、まあ10、10、10までは上げましょうか。こちらがレベル200まで強化したクナマシロバレンタイン2024。所属は死神ホロー、キラーは人間キラー、必殺技チョコレートテイスティング。ハイテンションでチョコのお菓子を作って味見を行い、当たった敵全員絶大ダメージを与え麻痺にする。ソウル特性が初となる技の臨強化跳躍プラス5。すべてのコーヒー麻痺がついて、パッシブスキル緊急回避回数プラス1、麻痺無効、敵ガード無効。アビリティは強攻撃 40% アップ、必殺技 40% アップ、強攻撃クルタイム 12% 短縮。ソウル特性の臨強化跳躍プラス5とはここに入って、で、アビリティで臨強化薬プラス5。雫アップはないですね。強攻撃範囲アップ 20%、強攻撃ヒットスアッププラス2、状態上プラス5秒。技属性の状態上確率アップ。シンパティ効果は技属性死神が敵状態上時全ダメ 40% アップ。敵麻痺状態時全ダメ 40% アップと。まあ、下から2番目のチンパティ効果の力属性死神が敵状態常時全ダメ 40% アップっていうのはグルバト等でも使える可能性がありますね。ちゃんと美味しくできてるか確認してるの。クナマシロ身につけたハートのエプロンでバレンタインへの気合は十分。チョコレートクリームの美味しさに魅了されてしまい、味見が止まらない模様。赤攻撃ですね。おすすめのアクセリンク。一つは天身体。これが非ガチャ限定アクセですね。天身体、競争剤、副干渉。あとは誰でも取れる、もらえるアクセサリーとして、ハンチング棒などもおすすめです。一番下にね。
で、強攻撃をどんどん上げたい場合、あと必殺技とか強攻撃をどんどん強化した場合は、作動具等でもいいですし、あとは、道中、敵が潜ってるとめんどくさいと感じる場合は、ガチャ限定アクセのゼタボルタン等をつけてもいいかもしれません。12、12、14をつけてみますと、トータル、クールタイム 50% 短縮となります。張り切ってこう。もちろんここはクールタイム短縮だけでなく、例えば体力最大時とクール短縮とか、強攻撃ダメージアップとクール短縮とか、そういったのもいいですね。さあ、じゃあ実際に使ってみましょうか。あえて継承の間に行きます。試練はちょっとまだ待って、通常若干遅いかな、まあ、割られることは途中で攻撃されることはないでしょうけどね、範囲375で普通です。強一集めてドンで750750、ああ広めだね強一にしては。強二集めてから突進、範囲697、強一の方が範囲広いんだけど、そんなことある。強3、これフルスクリーンに見えるんですけれども、範囲1080と画面全体ということではないらしい、自分を中心とした広い範囲攻撃ですね。まあでも、こんな感じでほぼほぼ画面全体として使っていけるんじゃないかなという印象ですね。必殺技どれも広いと思いますね。僕は なんでこれ出ないんだ。出ないわけだ。ああまだここにリンクが跳躍アップっていう項目がない。さあそしたらですね、3体そうか、ちょっと待ってくださいね。ちゃんと録画できてるのを確認できたんで、3体を
さ、真っ白で一番重要だと思われるのは、ここに呼び出し履歴をして、で、あ、そうか、まだいないと、こうして、やり？こうか。こんな感じで。こうすることによって。臨強化薬プラス5の臨強化、跳薬プラス6、臨強化薬プラス5の臨強化跳薬プラス6、臨強化跳薬プラス6っていう感じで、もりもりもりと漏れます。これで5枚張り始めましょうか。あばばばばばばばいかがですあ、もう危ないよ死んじゃうでしょ。危ない危ない危ない。お待ち。危なかった。お待ち。さあ、これで。お気に召していただけましたか。1回あたり100個を超えます。103、103、103、103、103、すごいね。1回で600個ゲットできます。リンクが跳躍が、あれもしかして、ん、虹はかんねえか。そうだね、うまうまですね。はい、こんな形で6体取っておくととても美味しいですという実践でした。はい、まあなのであんまりこのキャラ自身を使うことはないのかなという印象ですけどね。まあ好きな人はぜひ使ってあげてください。一番伸びるのはリンク要因、そして、このサブ要因ですね。はーい。ちゃんと美味しくできてるか確認してるの。今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。